それでは線形代数1の第6回の授業を始めます。まず前回のまとめです。前回はまず正則行列について説明をしました。でそれから後半では連立一次方程式と行列ということで、まずその行列の基本変形について説明をしました。あとは逆行列の計算について軽く触れました。で今回は連立一次方程式の解き方を中心に説明していきます。主な概念は次のようなものです。一つは拡大係数行列、そして連立一次方程式の解法ですね。その前回の授業で行いました簡約階段行列への変形を経た連立一次方程式の解法について学びます。それからあと正次連立一次方程式とその基本解について紹介します。で最後に数ベクトル空間の規定の個数の一位性について紹介いたします。ではまず連立一次方程式に入りたいと思います。教科書は第 2.3 節ですね、44ページからです。でまずここで扱う連立一次方程式はこのようなものです。教科書は44ページの一番下にある 2.1 式という式ですけれども、その x1 から xn というですね、 n 個の未知数をとしたですね、こういう M 個の方程式からなる連立方程式です。で、まあ、目的はこれを解いて X1 から XN を求めましょうというわけです。でそこでここから先は連立一次方程式をこの行列を使って表すことにします。まあ、より正確に言うと行列とベクトルの積を形で表すということです。でどういうふうに置くかといいますと、まずその行列 A は先ほどの連立方程式の係数を同じような位置関係で並べた M 行 N 列の行列とします。それからこの行列 A ですけれども、この A のですね、各 J 第 J 列ですね、第 J 列を取ってきてこの AJ というふうに表すこともあります。あと変数の X1 から XM はこう縦に並べて X というベクトルで表します。それから方程式の右辺にありました B1 から BM という定数ですね。定数はこのように縦に並べて B というベクトルで表します。で、このようにして表しますと、その先ほどの 2.1 式の連立一次方程式が行列 A とベクトル X、ベクトル B を使って AXB という形でこう表すことができます。であとはそうですね、他にはですね、この x の変数についてこうばらすんですね、この部分を左辺をこうばらして表しますと、これ x1×a1 プラス x2×a2 プラス点点点プラス xn×an イコール b という形でも表すことができます。でその前回の授業のですね、レポートの中で ある人から質問がありまして、その行列第一連立一次方程式をこのような行列の形で表す理由は何ですかと、普通に方程式で解けばいいんじゃないですかという質問がありました。で、それに対して僕の一つの答えとしてはですね、このようなその行列の形で表すことによって連立方程式をどんな問題であっても正確かつ簡潔に表すことができるという特徴があります。で数学の場合には結局誰かが問題の答えを考えたらそれは他の人に伝えるわけですから、コミュニケーションが発生するわけですよね。その時にその問題、解きたい問題の情報を誰かに解いてもらう時にその問題の情報を正確に伝える、もしくはあるいはその解いたらそれをその依頼者に正確に伝えるっていうふうに、こう正確なコミュニケーションが必要なんですね。厳密な問題をきちっと記述したコミュニケーションが必要です。で一方でその正確なコミュニケーションをしようとすると、どうしてもその記号や式が煩雑になることがあります。でそこでその数学でもですね、こういろいろなそのコミュニケーションの状況っていうのがあって、細かい記号の定義を伝えたい時もあればですね、その大雑把にこういう問題ってことを伝えたい時もある。だからその時その時に応じてなるべくその状況に応じた、簡潔な、なるべく簡潔なやり方でその厳密に情報を伝えたいと。でそういう時に先ほどの方程式をですね、いちいち書いて伝えるのはなかなか手間がかかるわけですね。でそこで例えばその
情報の受け手と送り手側の間にそのこういう連立一致方程式こういうのを解くっていうのが分かっていればですね、あらかじめ分かっていればこういう形で問題を表現して相手に伝えるということが可能になります。ということでその、まあ、数学でこういう記号を定義しているのはですね、全部それはある種の必要性に応じて定義されているものであって、で、まあ、なかなかその必要性というのは最初理解しにくいところもあるんですけれども、一応その連立一致方程式についてはこういう背景があるということを知ってもらえればというふうに思います。あともう一つの背景は、まあ、あまり大きくは触れませんが、あの計算機でこの問題処理する際にあのこういう行列の形で記載しておくと、あの計算機に実装するときに非常にやりやすいという点もあります。で、まあ、ちょっと話脇道にそれましたけれども、今後はですね、そのまあ、もともとこのように与えられた連立一致方程式なんですが、まあ、こういう AX イコール B とかですね、こういう形でも同じような連立一致方程式として扱うので注意してください。さて、まず連立一致方程式をその行列として扱うにあたりまして、係数行列と拡大係数行列っていう言葉でですね、一応物事を定義しておきます。まず先ほどその連立一致方程式の定義に現れましたこの行列 A ですね。A のことを連立一致方程式の係数行列と呼びます。そしてこの係数行列の右側にですね、この方程式の右辺の B 値から Bm を加えた行列、これを拡大係数行列と呼びます。で、教科書ではですね、最初これ連立一致方程式に対応する行列ともいう、でこれを拡大係数行列ともいうって書いてるんですけれども、教科書の後の方の証明では普通に拡大係数行列って言葉を使っていますので、一応ここで最初にちゃんと出しておきますので確認しておいてください。でこの拡大係数行列はしばしばこの教科書ではこの A チルダっていう記号を使って、A で棒 A と棒を引いて B っていうふうに書くこともあります。略記したいときはこういう書き方もできるということですね。覚えておいてください。さて、まず、連立一致方程式の解法に入る前にですね、その一応一つ命題がありますので紹介しておきますと、この連立一致方程式ですね、この AX イコール B という連立一致方程式の、まあ、両辺に M 字の正則行列 B を左側からかけてると、まあ、こういう方式方程式が得られるわけですね。まあ、この時の係数行列は B×A っていう行列で、それから右辺の定数ベクトルは B かけるベクトル B っていう行列なんですけれども、これをこの解、例えばこの解を X' ダッシュとすると、この方程式の解っていうのは実は元の方程式の解なんですよっていうことがまず紹介されています。でこれはどういうことかっていうと、だから正則行列を左からかけた方程式を作っても解は変わらないってことを言ってるんですね。この性質がそのこれからですね、連立一致方程式を解くときに使う一つの鍵となりますので確認しておいてください。さて、これから知りたいこととその解決策を先に示しておきます。これから知りたいことは、まあ、皆さんが知りたいかどうかは別として、とりあえずこの授業で知りたいとしていることなんですけれども、これから知りたいことはですね、この連立方程式の解の個数はいくつかということです、まず。その個数としては、3パターンあって、1つはない。で、2つ目は有限項。3つ目は無限項。まあ、大体この3通りの情報を知りたいというのがあります。で、さらに、2つ目として連立一致方程式を解く一般的な方法はと、つまり解を具体的に得たいというんですね、それはどうやったら得られるかということが、まあ、2つ目 の, まあ、知りたいことです。で、これに対して解決策を先にネタバラシしておきますと、その拡大係数行列に行変形を施して簡約階段行列にするということで、解の個数も分かるし解自体も得られると、まあ、そういうご利益があるというんですね。で、まあ、今日はそのやり方を学びましょうというわけです。で、これも前回のレポートの質問の中に、その簡約階段行列って一体何に使うんですかっていう質問がありました。一つの答えはまさにこれです。連立一致方程式を解くのに使います。ということですね。他にも用途がありますが、またそれはその時に紹介します。で、その今の解決策の理由ですね、こういうことが解決策になっている理由をちょっと先に紹介しておきます。まず最初に、先ほどの命題からですね、その与えられた連立一致方程式の両辺に正則行列をかけても、その解は変わらないということを紹介しました。
一方で、その行変形っていうのは、その行基本変形ですね、すなわち基本行列をかけることの繰り返しなわけです。ということで、その拡大係数行列、さっき定義しましたけど、あれにその基本行列をかけて、簡約階段行列にぐわっと変換していっても、その与えられた、その変換した後の方程式の解というのは、元の方程式の解とは変わらないわけですね。しかも、簡約階段行列を見ると、そこから解の個数ですとか、解自体も容易に分かるということなので、まあ、我々これからやろうとしていることは、その与えられた方程式をですね、の簡約階段行列をに行変形を施して、ごめんなさい、ごめんなさい、与えられた方程式の拡大係数行列に行変形を施して、簡約階段行列に変形することで、方程式を解きましょうということをやるわけです。ということで、今説明したのをもう一回書きますと、言いますと、その、まあ、拡大係数行列がこう与えられました。で、これをその行変形を施してですね、こういう簡約階段行列に与えすることでですね、その解の個数を調べたり、解自体を求めたりしましょうということをこれから行います。